はい、実践不動産投資塾、今日はですね、こんな物件は絶対にダメっていうことをね、お話ししていこうと思います。なぜね、ダメな物件の話をするのか。まあその前にね、ダメな物件、いい物件、実はね、世の中巷にダメな物件っていうのは本当たくさんあるんですよ。で、ダメな物件はなぜダメなのかっていうところをね、深掘りしてね、まあ考えていく。そうすればね、これから不動産投資を始めようという方とか、まあ実際不動産投資をしている方にも何かね、こうヒントになってくるんじゃないかなと。ダメな部分でも必ず光る部分っていうのはあると思いますので、そういった視点でね、ちょっとね、新しい試みをしていこうかなと。実際にね、立ってる物件をね、例に出してね、話していこうかなというふうに思います。はい、今日はですね、ちょっと引きで撮ってるんですけど、後でね、ちょっと大きくその画面のね、モニターに映していこうと思います。場所はね、神戸市垂水区、あ、ごめんなさい、神戸市なんですけど、この物件ね、見ますとね、メゾネットタイプなんですよ。メゾネットで見ますとね、2019年の11月に完成して、新築の未入居の物件ですね。今現在建ってます。で、新築で完成してます。ただね、一度も入居者が入ってません。で、どれぐらいの割合で入ってないのかと言いますと、4部屋中3部屋空いてます。4分の3部屋が空いてる状態ですね。で、去年の11月ですから、完成してね、半年以上、今5月ですので、半年以上ずっと空いてる状態ですね。で、それには何か理由があるということなんですよ。通常ね、新築物件の場合、賃貸の場合はですね、物件が完成する前、建ててる段階からね、お申し込みがどんどん入ってきます。で、建て終わった頃には全部満室になってるっていうのは、まあ一般的な形なんですけど、この物件に限ってはね、いまだに完成して半年経ってるのに、いまだに4分の3部屋が空いてると。それに関してはね、何かどこか問題があるんじゃないかなっていうところで、ここで洗い出していこうかなと思います。まず、お家賃10万円なんですね。まあ共益費込みで大体1人10万円、メゾネットタイプで、敷金、礼金は今時のご時世ですよ。新築物件、メゾネット、なんと0円なんですよ。敷金、礼金はいりませんよと。しかもです。破格の条件です。なんとこの物件、ペット飼えちゃいますよ。猫ちゃん OK。3匹までなら猫を飼ってもいいよっていう物件なんです。はい。ここまで見てもらってね。まあ、お家賃10万円も高い安いっていうのは、その地域によって差があると思いますので、まあ、敷金、礼金ゼロ円、猫買っていいよ。こんなね、新築物件の情報っていうのはなかなかないと思います。僕、不動産会社を経営させてもらってますけど、17年、15、6年経営してますけど、敷金、礼金ゼロ円で猫3匹飼える物件なんてなかなかないです。過去見た記憶もほとんどないぐらいです。でですね、ここからが問題なんですよね。この物件資料を見ていくと、ずーっとこう物件の資料がね、こう情報書かれてるんですけど、ここです。これが一番のネックと言っていい。駐車場がなんとないんです。で、駐車場がない、そしたら駅前なのかって言いますとね、駅徒歩17分なんですよ。しかも徒歩17分と書かれてますけど、この物件が建ってる場所っていうのは、かなり山をこう切り開いたところに建ってる物件ですので、その物件から駅まで坂ですから、実際にやるとね、25、6分かかります。普通の男性の足でね。だから歩いて大体20分以上かかるところに建ってる。それなのにメゾネット、家賃10万円なのに駐車場がないんです。これどういうことか分かります？まあ地域にもよると思うんですけどね、だいたい駅徒歩10分以上、まあ20分とか離れてきますと、ほとんどこの地域っていうのは、まあ都会とまでは言えず、まあ田舎、都会と地方とのまあ間ぐらいの地域なんですけどね、とてもじゃないですよ、車がないと生活が不便な地域です。それなのに駐車場がないで、いうことがやっぱり一番の問題になってきてるね。これずっとちょっと待って、また近づけますよ。これ書いてますね、駐車場なしと。で、
駅徒歩、まあ、ちょっと場所がねちょっと詳細に出てしまうとちょっと問題があるので、駅だいたい歩いて17分と書かれてました。それをねカバーするために猫を飼えるようにしてるんじゃないかなって、こっちはちょっと邪推するんですよね。猫を飼えるようにしてると、つまりね、この物件の問題点はどこにあるのかと言いますと、まあ、この物件を建てたのがオーナーさんなのか、この建物メーカーさんのデベロッパーさんなのか分かりませんけど、土地があったと、神戸市に土地があったと。でこの土地で収益を上げたいなと多分考えたと思うんですよね、このデベロッパーさん、まあ、あとはオーナーさんがね。でここで収益を上げるのは一番いい方法は何だろうなっていうふうにまず考えたと思うんですよ、この資料を見た中では。そしたらデベロッパーさんはこう考えたと、これだけの土地に建物をまずギリギリいっぱいまで建てようと、ギリギリいっぱい建物を建てようと、でその中で収益を上げていこうと、最大限の収益を生み出すために建物土地いっぱいに建物を建てようと考えたと思うんですよ。ですから駐車場は収益を、まあ、生まないというか嘘になりますけど、入居者の利便性なんていうのは2の次3の次とにかく土地に建物をいっぱい面積建ててちょっとでも収益を増やそうというのがここのメーカーさんの考えだと思うんですよ。まずそれが失敗のもとですよね。これ何がダメなのかと言いますとね、これだけ息離れてるとこなのにお客さんのことを1ミリも考えてないんですよね。お客さんは当然車があった方がいいんですよね。車の駐車場代がまあ1万円ぐらいこの辺りすると思うんですけど、それでも1台は必ず必要だと思います。というのも家賃10万円ぐらい家賃を払われる方は駐車場車1台ぐらい持ってますよ。これがね5万円とか4万円とか3万円とかになってくると駐車場持てない方っていうのが増えてくると思うんですけど、家賃10万円を払われる方ですよ。僕らが単価で言ったら車2台ぐらい持っていてもおかしくない、それなのに駐車場を削ってる。それはなぜかと言いますと、この狭い土地の中にいかに収益を上げるかっていうことを考えてたからなんですよ。お客さんの方を全く向いてないんですよね。これがまず一つの大きな問題で、もう一つ問題がありましてね、当然これだけの建物を建ててるわけですから設計の段階でいろいろ分かってくるはずなんですよ。土地の面積はあらかじめ決まってるわけですよね。その土地で建物を建てると、で建てた時にこの建て方だと駐車場がね置くことは車を止めることはできないですけど、これ大丈夫なんでしょうかっていう話になったと思うんですよね。その途中段階で気づくはずなんですよ、駐車場ができないっていうことは設計の段階でね。それでもね、いやいや駐車場お客さんの利便性なんかよりも収益を上げる方が上だ、だから建物をずっといっぱい建てようというふうに考えた人がいるはずなんですよ。これがね一番の問題点だと思います。まあこの建物がね、この土地この建物が個人のオーナーさんの持ち物かデベロッパーの持ち物かは分かりません。そこまでは資料で分かりませんので、そこまでは分からないですけど、仮にオーナーさんの土地だった場合、これはね相当失敗してるなっていうふうに僕は思います。ここでね一つ教訓、ずっと今までお話しさせてもらいました、この物件のことについてずっと掘り下げさせてもらいました。まだ YouTube ですのでね、言葉をだいぶオブラートに包んで話してます。一つね、やっぱり感じてもらいたいことは、教訓にしてもらいたいことは、やっぱりねニーズっていう部分を必ず考えないと賃貸経営というのは失敗します。これが一番重要ですね。お客さん自身のことを一番にやっぱり考えないといけない。例えばこの物件の場合4個中今3個ありますから、4分の3空いてるわけですから、こうなる前にねたとえ1部屋ねなくなってしまいます。なくなってもその分駐車場としてスペースを確保する、入居者のために必ず駐車場1台は建物に、要は3部屋あった場合駐車場3台分のスペースは確保しておくべきだったでしょうね。それをするだけでね、この部屋この物件っていうのはもうおそらく完成前に終わっていたでしょう、まあ、全部満室になってたわけでしょう。それをね猫が飼えますよとか
敷金礼金0円ですよというこういう小手先のね、僕からね、小手先の技術ですよ。言うたら騙しにかかってるに近い。猫ちゃんが3匹飼えますよ、猫仕様ですよっていうのは、こういった駐車場をキープできないとか、こういった部分をごまかすための方法にしか見えないんですよね、僕からしたら。ニーズを全く捉えてない。猫を飼うとも車ぐらい必要ですよ、駅からこの17分も離れてましたからね。そう考えるのは通常です。これからね、不動産投資を始めようという方、ニーズの部分、お客さんの意見というところを外せば、こういう形に失敗してしまう、こういう形で失敗してしまうということをね、深く考えてもらって、これからのね、不動産投資、何も駐車場を必ずキープしようと言ってるわけじゃないんです。それならそれなりの値段帯に収めるとかね、まあ場所、地域、いろいろ考えてね、お客様の要望に合う方向さえ向いてればね、不動産投資ではそんなに難しくないんじゃないかなと思います。こういった失敗しないためにも、そういった部分をね、強く噛みしめてね、経営の方を行っていただきたいなというふうに思います。今日は短いですけど以上です。ありがとうございました。